渓谷で調査中の地質学者から上流付近ではぐれたもう1名の捜索要請があった。救難信号発信者と合流後、遭難者の捜索に向かってくれ。救難信号のあったベースキャンプに向かい、救難信号発信者と合流後、遭難したもう1名の捜索を行います。
違いなさそうだな。で、どこに降りるんだ？浅瀬に着陸します。深場に足を取られないように注意してください。上流で遭難したと思われます。川に沿って捜索してください。マジか、あの崖の中を飛ぶんかよ。川沿いを上流に低空飛行しながらもう一面を捜索します。両岸が高い崖に覆われているので飛行は気をつけてください。Thank you.
エリク、崖にぶつけんじゃねえぞ。早くしてくれよ。ベースキャンプに向かい、救難信号発信者と合流後、遭難したもう1名の捜索を行います。
くしてくれよ。急いでくれ。
渓谷を走行中の貨物列車でアクシデント発生。列車は運転不可能になり、猛スピードで線路を暴走中だ。列車に乗っている乗員2名を上空から救出する。列車は脱線の危険がある。急いでくれ。高度を上げてください。くっそ、またトンネルだ。 K コード上げろ、ぶつかる。